はい、皆さんこんにちは、タートルです。3、2、1、レッツゴー。今回は実況しながら一緒にエクササイズしていきます。ワンレッグデッドリフトです。レジスタンスバンドを使うことによってよりもも裏お尻に負荷が加わります。一つ難点はバランスがいるということです。やりながら起き上がった時に1回ずつつま先をついても OK です。ゆっくり効かしていきましょう。息をしっかり吐きながら、上体を起こしながら背中の筋肉も使っていきます。肘が曲がらないように上半身をしっかり起こしていきます。前かがみになるときに膝が曲がりすぎると前ももに効きます。反対足いきましょう。15秒休憩です。踏まずにゴムをセットして、スタート。バランスを取りながら、もも裏お尻を効かすイメージです。膝が曲がりすぎると前もも、少しだけ膝を曲げてください。いい感じですよ。バランス取れてます。ゆっくり息を吐きながら慎重にもも裏お尻効かしていきましょう。しっかりもも裏お尻を使うことで綺麗な足になります。マッスルゲッツ、筋肉をゲットしましょう。休憩です。2種目目いきましょう。同じく土踏まずにセット。今度はランジです。スタート。胸を張りすぎないように少し前かがみです。肩の下に土踏まずが来るように、もも裏お尻を効かしていきましょう。これは結構辛いです。頑張っていきましょう。後ろのももの前側がですね、突っ張る感じする人は後ろの足を少し前にしても OK です。頑張って効かしていきましょう。マッスルゲッツ、いい感じです。あと少し。もも裏が痛い、気にしない。休憩です。同じく反対足も行っていきましょう。スターティン。右足のもも裏お尻を効かしていきます。息をしっかり吐きながら、痛くても気にしない。結構もも裏とお尻が痛い、効いてる証拠だ。マッスルゲッツ、ゆっくりゆっくり、効いているほど効果が出る。しっかり効かしていきましょう。あと少し。息をしっかり吐いて、はい、休憩です。3種目目行っていきましょう。足首にゴムを通して、後ろに足を上げていきます。膝をしっかり伸ばして、お尻に効かしていきましょう。バランスがいる場合何かを掴んでも OK、 バランスが取れれば何も掴まなくて OK。 ゴムを徐々に引っ張るイメージです。後ろ足のつま先があんまり外に向かないようにまっすぐ向けます。バランスが取れにくい場合、手を腰に当てても OK。 あんまり前かがみにならない方がいいよ。あと少し。地味ですがお尻にすごい効く。それはレジスタンスバンドを使ってるからだ。 OK、 休憩。反対足行っていきます。
準備はいいですか？レッツゴー！マッスルゲッツ！お尻の筋肉をゲットしていきましょう。プリッとしたお尻、しっかりお尻に効かしていきましょう。息をしっかり吐きながら、あんまり前かがみになっちゃダメだよ。疲れてもダメだよ、前かがみになっちゃ。もも裏、お尻を持ち上げるイメージです。バランスが少しいるので気をつけてください。あと少しです。頑張っていきましょう。あと少し。 OK、 休憩。今度は足を横に上げていきます。これがまた結構きついんです。プリッとした丸いお尻を作りたい方にはおすすめです。あんまり体が横に倒れないように足を横に引っ張っていきます。お尻の横が効いてるイメージです。前かがみにならないように姿勢はまっすぐ。お尻にとにかく効かす。お尻に効いてくる、だんだん効いてくる。結構これは辛い。足が上がらなくなってくる。動きが雑になってくる。少々我慢してください。動きが雑になってもしょうがない。お尻に効いてれば OK。 マッスルゲッツ。あと少し。終わりきった時には達成感が必ずついてくる。休憩。反対足も行っていきます。しっかりお尻の横を効かしていきましょう。あと少しです。スターティン。反対の足はまだ元気なはず。前半しっかり動かしていきましょう。後半はバランスが崩れてもフォームが崩れても OK、 しょうがない。とにかくお尻の横に効かして。地味ですがすごい効いてる。とにかくお尻が痛い。そこは気にしない。プリケツを手に入れるためだ。頑張っていきましょう。少しです。もうエクササイズも終盤です。お尻が痛い、叩いていいよ、叩いて OK。 OK、 休憩。ラスト1種目です。もも裏、お尻が疲れているので余計に使ってる感じがすると思います。今度はしっかり膝を曲げていきます。できるだけゴムを高く、足の裏からゴムが動かないようにゴムを上手に引っ張ってください。もも裏しっかり効いてますでしょうか。上半身はバランス取りながら肘が曲がらないようにキープです。右足のエクササイズの時は体重が左に寄りやすいんですが、できるだけ右手に体重を乗せてください。そうすることで体がまっすぐ保たれます。もも裏が痛くなってきた。気にしない。マッスルゲッツ。とにかく頑張っていきましょう。あと少し。休憩。ラストです。あと45秒です。痛い時は少し叩いて。さあラスト気合い入れていきましょう。スタート。ゆっくりゴムがたるまないように効かしていきましょう。上半身はバランスよくキープです。膝の位置が下がらないように、高い膝の位置をキープしたまま足を動かしていきます。ゴムがクリンクリンとなってもしょうがない。そのまま続行。頑張っていきましょう。あと少しです。辛くなっても頑張っていきましょう。あと少しで達成感を得られることができる。よっしゃ。OK。お疲れ様でした。もも裏とお尻にしっかり効いたはずです。
レジスタンスバンド最高です。エクササイズがより効果的に行える RSB エクササイズ、本日も10分間お疲れ様でした。ゴムを使うことでね、しっかり太ももの裏とお尻を鍛えることができたと思います。これからもより効果的なエクササイズを紹介していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。頑張った方、やりきった方、マッスルゲッツ、コメントください。今回もご視聴ありがとうございました。暑かった。